1665年の大流行当時、葬儀のため遺体を回収している場面。ロンドンの大薬病とは1665年から1666年まで続いたイングランドで起こった、現在の歴史上、最後のセンペストの大流行である。1331年中央アジアで起きた国死病から1750年まで続いたハイペストの 流行まで数世紀続いた第二次ペスト大流行のさなかに発生した。ロンドンの大薬病では18ヶ月で、当時のロンドンの人口の1、4である10万人の死者が発生したと推定されている。ペスト菌が原因菌であり、通常ネズミやのみの交渉から感染する。1665年から66年の流行は、国史病と比べ規模ははるかに小さかったが、 イングランドにおいて第二次ペスト大流行の中で最大の流行であったため大薬病として記憶されている。木版によるロンドンの地図1560年代。ベンツェスラウスホラーによるロンドンの地図1665年頃。この時代の他の西欧の都市同様17世紀のロンドンにおいてもペストはフード病として存在していた。この病は周期的に 大規模な流行を起こした。1603年の流行では3万人、1625年には3万5千人、1636年には1万人の死者が発生し、規模は小さいが同様の流行がしばしば起きた。1664年の暮れ、明るい水星が空に現れ、ロンドンの住民たちは恐れ、水星の出現が暗示する境地とは何か疑問に思った。 当時のロンドンは448エーカーの地域と侵入者を防ぐ城壁からなる都市であった。ラドゲート、ニューゲート、アルターズゲート、クリプルゲート、ムーアゲート、ビショップスゲートに城門があり、ロンドン南部にあるテムズ川にはロンドン橋がかかっていた。ロンドンでも貧しい住民が住む地域の過密な長屋の中では衛星の維持は不可能であった。下水設備は全くなく、 曲がりくねった街路の中央に設けられた海峡に流されていた。道路に敷かれた丸石は馬車から出る泥や踏んで滑りやすく、夏にはハエがうなり、冬には排水溝を満たした。ロンドン市は掃除人を雇い、特にひどく溜まったお物を城壁街へ運び出し、お物はそこに溜まり、腐敗していった。ひどい悪臭のため、街路を歩く人はハンカチや花を美光に押し付けていた。 石炭等のロンドン市の必需品の一部は、橋気で運ばれていたが、大半は陸路で輸送されていた。陸路は、荷車や、滅場車、牙や歩行者で混み合っており、縄文の受け入れ能力が、ロンドン市の成長のボトルネックとなっていた。19のアーチからなるロンドン橋はさらに混雑していた。暮らしに余裕がある人たちは、おつで汚れないように、目的地までは、 ハックニーキャリッジと呼ばれる辻馬車や椅子ゴを使った。徒歩の貧民は車が巻き上げる泥や屋根から捨てられる泥や水で汚れる恐れがあった。石鹸工場や醸造場、製鉄所、石炭を使う1万5千の家から生じる息を詰まらせる黒煙の危険もあった。ロンドンの城壁の外ではすでに過密な市内で群れをなす職人や商人の居住区が広がっていた。 木造の掘った手小屋が広がるスラム街で、そこには衛星は全くなかった。政府はスラム街の拡大を規制しようとしたが失敗し、およそ25万人が住んでいた。共和政権に逃亡した王道派の立派な住宅を引き取って使っている移民もいたが、それぞれの部屋は別の家族が住んでおり、長屋のようになってしまった。そのような居住区はすぐに取り壊され、 ネズミで汚染されたスラム街となった。ロンドン市の行政府は、ロンドン市長、三次会員、市会議員によって組織されていたが、一般に、ロンドン在住とみなされる、領域すべてが法的に、ロンドン市とされるわけではなかった。ロンドン市内と市外どちらにも様々な面積の、歴史的に自治が認められている、自由区域という行政区画があった。その多くは、教会と関連していたが、 ヘンリーパスイによる修道院の解散を経て廃止された国に関しては、土地所有権と同じように歴史的権利も異常された。城壁に囲まれたロンドン市と、ロンドン市の統治下にある市街を囲む自由区域は、シティアンドリバティーズと呼ばれていたが、さらに様々な行政府によって統治される郊外に取り囲まれていた。ウェストミンスターは独自の自由区域を持つ独立した町であったが、都市化に伴い、 ロンドン市に組み込まれた。ロンドン島も独立した自由区域であり、その他の自由区域も同様である。テムズ川の北の地域で自由区域に属さないものはミドルセックス州政府の統治を受けており、テムズ川南部の地域ではサリー州政府の統治下にあった。この時代、センペストは現代よりずっと恐れられていたが、その原因はわかっていなかった。大地から発散されている。 悪液性放散物や異常な気候、家畜の病気や奇妙な動作、モグラ、カエル、ネズミ、ハエの数の増加によると軽心する人々もいた。アレクサドル・イエルシンがペスト菌を同定し、この細菌の感染によって生じ、ネズミのみに媒介されることが知られるようになったのは1894年のことだった。ロンドンの大薬病は長年ペスト菌による 全ペストだと信じられており、2016年の DNA 分析によってそのことが証明された。調査員も参照。流行の激しさを判定するため、大流行が起きた当時の人口を把握する必要がある。公的な人口調査記録は存在しないが、同時代の信頼できる文献として、王立学会でも最初期の王立協会フェローで、 人口統計学者の一人でもあるジョン・グラントの報告があり、統計の処理に科学的方法を取り入れている。1662年、彼は毎週首都で発行される死亡表から、ロンドン市自由区域、ウェストミンスター地区、外境区の人口は38万4千人と予想した。これらの様々な統治機構を持つ、シュズノ区が公式に全体として、ロンドン市を構成していた。 1665年に彼は予想を46万人を超えないに修正した。他の同時代文献はもっと大きな数字を予想していたが、統計学的根拠があるわけではなかった。ロンドン市の次に、大きな都市はノリッチで人口は3万だった。当局の人間に死亡を報告する義務は全くなかった。その代わり、それぞれの教区では2人かそれ以上の死体を調査し、 死因を決定する義務を負う調査員を任命していた。調査員は死亡を報告するごとに遺族より少額の手数料を徴収する資格が与えられていたので教区では任命しなければ貧困のため給品税による支援が必要となりそうな人間を割り当てていた。通常、このため調査員には非識字で騙されやすい高齢の女性が任命され、 疾患の特定についての知識はほとんど期待できなかった。調査員はその区域の埋葬を担当する教区、管理人か、教会の鐘を鳴らす人から死亡と取り扱いについて学んでいた。クエーカー、アナバプテスト、その他イギリス国教会に属さないキリスト教徒やユダヤ人のような、その地域の教会に死亡を報告しなかった人々は公的記録から漏れることがしばしばあった。 大薬病気の調査員は地域社会から離れて生命を維持することを求められ他の人々との接触を避け屋外にいる時は薬食を示す白い棒を持ち警告しその職務外の時間は薬病を拡散させないよう室内に留まる必要があった調査員は教区署務係に報告し署務係はブロード街にある教区所務会 カンパニー・オブ・パリッシュ・クラークスに毎週報告書を作成した。数字はロンドン市長に報告されていたが、薬病が国内で懸念されるほど広がった時は大臣にも報告されていた。その報告をもとに死亡表が作成され、それぞれの教区での死者の数と薬病で死んだかどうかが記載されていた。この調査員が死因を報告するシステムは1836年まで。 続いた。グラントは、調査員が死の真の原因を特定する能力を持たず、医師によって識別しうる他の疾患ではなく、しばしば消耗とされていることを記録している。また一杯のエール、あるいは手数料を倍のグロート銀貨二枚払えば、調査員が死因を居住者にとって、もっと好都合なものに変えてしまうことも示した。教区書無係かかを含め、 誰もが薬病で死んだ人間が出たことを知らせたくなかったため、公的な報告書の上で薬病での死亡例を誤魔化すことは黙認されていた。真の死因を意図的に変えて報告することで、流行していた期間の死亡表の分析では、薬病以外の死亡が平均より、はるかに多く生じていた。薬病が広まるにつる検疫が導入されたが、それは、 薬病死が発生した家は40日間締め切られ、出入りを一切許さないというものであった。この検疫による閉じ込めはしばしば無視され、薬病でなかったとしても他の居住者の死につながったほか、薬病を報告しない強力な動機となった。公式の報告書では68,596人が薬病で死亡したと記録されているが、合理的な根拠を踏まえると3万は過小に、 報告されていると考えられている。薬病が発生した家は、主よあれみたまえとの文字と赤い十字の目印をつけられ、出入りを監視する、監視人がついた。1660年代にヨーロッパでの薬病の報告がイングランドに届くようになると、市民議会が予防策を検討し始めた。以前の流行の時行われた船舶の検疫が、 アムステルダムやハンブルクでの流行を受けて1663年11月に再度導入された。テムズ川に侵入しようとする船を調べるため、海軍の軍艦2隻が割り当てられた。感染した港から来た船は、ホールヘブンか、キャンベイアイランドに30日間の渓流の後に、テムズ川に侵入することを許された。悲観船港からの船や、 隔離期間を終了した船には健康証明書が発行され公開を許可された。テムズ川の両岸のティルベリーとグレーブセンドにある要塞で第2の査察が行われ、証明書を持つ船だけがさらに進むことができた。大陸での薬病が猛威を増した1664年5月には隔離期間は40日に伸ばされ、検疫が必要な地域はオランダ共和国全域に拡大された。 ハンブルクに対しての制限は11月に解除された。オランダから来た船に対する権益は5月にグレートヤーマスから始まり29の港へと拡大した。レーデルラント連邦共和国の外交官が公益の制限について異議を申し立てたが、イングランド側は権益導入が最も遅かった国の一つであると弁明した。制限は極めて厳格に適用され、 検疫を経ずに上陸した旅行者がいる地域の住民や建物に対しても同様に40日の隔離が行われた。ユスティニアヌスの薬病、国史病、ペストの第三次流行期も参照。1348年に国史病として劇的に登場して以来、薬病はイギリスにおいても生命の脅威となった。1603年に死亡票が 定期的に発行されるようになり、その年にも33,347人の薬病死が記録された。1603年から1665年までに一度も報告例のない年は4年しかない。1563年にはロンドンにおいて数1000人の死者が発生したことが報告されている。1593年には1万5千0 0 3人。 1625年には4万1313 13人、1640年から1646年にかけて合計1万1000人の死者が発生し、1647年にさらに3597人が死亡した。1665年の大流行が規模において勝るまでは、1625年の流行は、その当時大薬病として記録されていた。 これらの公的な記録は実際の記録より過小に報告される傾向があった。クマネズミの写真、ドブネズミより小さい。後にドブネズミに代わって生息するようになり、ドブネズミより人家を好む。木造の家屋や過密な家屋は、うってつけの巣となった。人間に感染させるのみを保有するため、感染の温床となることについては知られていなかった。 猫や犬を撲滅させる努力については、どちらかといえば、ネズミの発生を助長させることになった。薬病は、その感染者を見た、経験のない医療従事者にとってはかなり珍しいものだった。医科大学を卒業した人間から、当時医師としても活動した薬剤師、単なる山師と医学的訓練には、ばらつきがあった。前年に流行した天然痘の流行のように、 他の疾患も多数存在した。これらの不確実性のため、薬病がいつから始まったことを特定することは困難となった。同時代の証言では、1664年から65年にかけての冬に発生した症例のうち、いくつかは致命的となったが、その他の症例には、後の流行の時に見られた感染性は見られない。 その時の冬は寒く、1664年12月から1665年3月まで地面は氷結し、氷のためテムズ川の交通は2回止まった。この寒冷な気候が流行を食い止めた原因かもしれない。T このイングランドにおけるセンペストの流行はオランダから来たものと考えられている。オランダでは1599年から断続的にセンペストが発生していた。 センペストの最初の症例が何だったかは不明だが、アムステルダムからも面を輸送してきたオランダの商船から来た可能性がある。アムステルダムでは1663年から1664年にかけて大流行があり、5万人の死者が発生していた。薬病が最初に発生した地域は、ロンドンのすぐそばにある港、セントジャイルズ教区だと考えられている。そのどちらとも、 粗末な建物が立ち並び、貧しい労働者が多い地域であった。1664年と1665年2月、薬病死の可能性のある死亡例が2例セントジャイルズ教区で報告された。死亡表には薬病死として報告されなかったため、市政府は何の対策も講じなかったが、1665年の最初の4ヶ月以来、 ロンドンでの死亡数は明らかに増加を示した。4月の終わりまでに記録された薬病死はセントジャイルズ教区の2例の他はわずか4例であったが、週あたり死亡数は290から398に上昇した。4月に公式に報告された薬病死は4例あり、従来この水準であれば特段の公的対応は行われていなかったが、 市民議会は家屋に対する隔離を実施した。ミドルセックス州の治安判事は、疑わしい死亡例が出た場合には、結果が出るまで調査と隔離を行うことを指示した。それから間もなく、同様の指示が、ロンドン市とその自由区域にも発行された。初めて家屋が隔離された時、セントジャイルズ教区では、暴動が発生し、群衆が党を破壊して、中の住人を解放した。 ボートは逮捕され、厳しい処分を受けた。患者が治療するか死ぬまで、他の人々から隔離して、治療を行う隔離病院である、ペストハウスの建造を命じる指示も発行された。政府の対応からは、数例の報告例であっても、すでに薬病の大流行の予兆と考えていたことが、示唆される。気候が温暖になると、薬病が蔓延し始めた。 5月2日から9日、セントジャイルズ教区で3人、近隣のセントクレメント・デーンズ教区では4人、セントアンドリュー・ホールボン教区とセントメアリー・ウール・チャーチ・ハウ教区では、それぞれ1人の薬病死が報告された。このうちロンドン市内の症例は、最後の一例のみであった。市民議会は、薬病の流行を防ぐ最良の方法を検討する委員会を発足させたほか、 発生地域のエールハウスのいくつかを閉店させ、一軒あたり居住者の数を制限する措置を取った。ロンドン市長はすべての住民は敷地外の街路を清潔に保つべく、清近する要請明を出した。清潔を保つことは地主の責任であり、市当局の責任ではなかった。状況が切迫すると、参事会はその義務を果たしていない住民を発見し、 処罰するよう指示を発行した。セントジャイルズ教区での薬病死が増加すると、地域全体を隔離しようと試みられたほか、不老者や不審者を封じ込め、旅行者を全例検査する指示が発行された。人々もまた気づき始めた。海軍本部の重鎮であり、ロンドンに在住したサミュエル・ピープスが同時代の記録を日記に残している。4月30日の記録は、こうなっている。 薬病に対する大きな恐怖のため、二三軒の家は早くも締め切られていると聞いている。神を我らを守りたまえ。この時代の他の情報源として、ダニエル・デフォーが1722年に出版した薬病の年がある。デフォーは当時たったの6歳であったが、家族の記憶や生存者へのインタビュー、閲覧可能な公的記録に基づきこの作品を表した。 薬病流行期のロンドンの風景。1665年7月になると、薬病はロンドン市内でも流行し始めた。国王チャールズ2世とその家族や宮廷を含む富裕層は逃げ出した。ソールズベリーに逃げ出し、そこでも数例の薬病が報告されると、9月にオックスフォードへと移動した。三次会員と大多数の市政府の人間は、市内に残留することを決断した。 ロンドン市長ジョン・ローレンス卿も、また市内に残留した。店は閉鎖され、商人や職人も、また市外へと逃亡した。デフォーは、荷物、女性、召使い、子供で満たされた荷車や馬車、立派な服を着けた人で、一杯の馬車、その御車が急ぎロンドンから去ろうとする以外、何も見えなかったと書いている。薬病は、夏の真中流行し、 さらに増加しつつある膨大な犠牲者に対応するために、ほんの少数の牧師、医師、薬剤師だけが、ロンドン市に残った。ロンドンにおける恐るべき薬病の襲来を表した、エドワード・コーツは、今後は私たちを見捨てる医師が、これほど多く出ることのないといいのだが、との希望を述べている。T より貧しい人々も薬病の伝染に気づき、 一部は死を去ったが、市外に脱出した場合の生活に見通しがないことから、居託を放棄することは容易ではなかった。市の城門を出る前には、市長が発行する健康証明書を保有する必要があったが、その入手は次第に困難となった。時が経つにつれ薬病の犠牲者はさらに増加し、ロンドン市外の町村は健康証明書があろうとなかろうとロンドンの住民を受け入れることは、 亡くなり、避難民を送り返すようになった。避難民たちは引き返したが、街を通り抜けることは許されず、野原を横切ることを強いられ、路上で寝泊まりし、盗みや残飯漁りに頼らざるを得なくなった。1665年の暑い夏のため、多くは、飢餓や脱水等の悲惨な状況に陥り死亡した。1665年の薬病による死亡表。7月の最終週。 ロンドンの死亡表では3014人の死亡、うち2020人が薬病での死亡であった。薬病以外の死因は一般にはるかに少なく、平年は300人程度なので、薬病による死者は過小評価されている可能性がある。薬病の犠牲者が増加すると、埋葬用の土地は過密になり、遺体を収容するために穴が掘られた。遺体輸送車の運転者は、遺体はないかと呼びかけながら、 街路を通り、遺体を収容した。市当局は、死者の数が、市民の不安を引き起こすのではないかと懸念するようになり、遺体の回収と埋葬は夜間のみにするよう指示した。時が経つにつれ、遺体を回収するには、犠牲者の数はあまりにも多くなり、遺体輸送車の運転手はあまりにも数が少なくなった。ため、遺体は、家の壁に積み上げられるようになった。日中の遺体収集が再開され、 集団墓地は腐敗する遺体で山のようになっていた。オールゲート教区では教会の敷地に50フィートの長さと20フィートの幅を持つ大きな穴が掘られた。一方の端から遺体運送者が遺体を運び入れる一方で反対側では労働者によって掘削が続けられた。掘る場所がなくなると掘り下げられ、深さ20フィートで地下水にぶつかるまで掘削された。 最終的に埋葬が終わった時には、1114体の遺体が収容された。ペスト医師たちが街路を横切り、犠牲者を診察していたが、その多くは正式な医学的訓練を受けていなかった。いくつかの公衆衛生的処置が試みられた。市当局によって医師が雇われ、埋葬の詳細は慎重に組織化されていたが、教皇は自然域に拡大し、 伝染するのではないかという恐れから、遺体は、清潔に過密な墓穴に葬られた。病気の電波が、どのようにして起こるかは知られていなかったが、動物と関係があるのではないかと考えられていたため、ロンドン市は、すべての犬や猫を殺すよう指示していた。犬や猫はこの疾患の原因となるネズミの実を、 媒介する、ネズミの数を調節する作用を持っていたので、この決定によって薬病が続く期間が影響を受けた可能性がある。悪い空気によっても伝染すると考えられていたため、当局は街路や家屋に巨大な焚き火を設けるよう指示し、空気が正常になることを期待して、昼夜を問わず燃やされ続けた。タバコは予防薬になると考えられており、後にこの薬病の流行で死んだ。 ロンドンのタバコ商人は一人も出ていないと言われるようになった。公益や商業活動は停止し、遺体搬送者と瀕死の犠牲者のほか、街路を歩く人間はいなくなった。このことを目撃したサミュエル・ピープスは日記にこう記している。神よ、街路がこれほど空白となるとは、そして哀れな病人が街路で埋めく姿のなんと憂鬱なことか、ウェストミンスターでは、 医師は一人もなく、牧師が一人残された他は皆死んでしまった。ジョン・ローレンス教徒、市当局が編成した委員会が、このような事態を予測し、ロンドン港から、荷上げされる穀物を1クォーターあたり1ファージング、市場価格に上乗せして買い上げていたため、人々が合資することはなかった。ロンドン周辺の町村からも食料はもたらされたが、通常のロンドンでの取引を拒み、 特別に定められた地域に野菜類を置き、叫ぶことで交渉し、下毒のため素で満たされた容器に効果を浸してから支払いを回収した。記録では、ロンドンとその郊外での薬病死は全増し、夏は週に2000人だった死者は9月には7000人以上に達した。この記録はかなり過少な数字である可能性が高い。記録を作成する教区管理人も、 教区書無係自身も多くが死んでいた。クエーカー教徒は協力を拒み、集団墓地に投げ込まれた貧民の多くは記録されていない。翌年のロンドン大火で記録は破壊され、回復できた記録から作成しているため、真の死者の数は不明である。当時の記録が温存されている少数の地区では、薬病死は全人口の30から50%を占めている。 この流行は、ロンドンに集中したが、他の地域にも波及した。その中でも、最も有名な事例と思われるのが、ダービーシャーのイーム村である。ロンドンから布を運んできた商人が持ち込んだと、されている。村人は、商人がこれ以上薬病を広げないよう、隔離を強制した。この処置によって、薬病のさらなる流行は食い止められたが、続く14ヶ月で、 村人の33%が死亡した。ロンドン大火も参照。1665年の晩秋になると、ロンドン市とその郊外の死亡者数は減少し始め、1666年2月になると、比較的安全と考えられるようになり、国王とその停心がロンドン市に帰還した。国王が帰還すると、他の市民も帰還し始めた。判事はウィンザーから、 ウェストミンスターホールに戻った。議会は1665年4月に延期されていたが、再開されたのは1666年9月だった。交易は推奨され、店舗や工房は活動を始めた。ロンドンは人財産作ろうともくろむ人たちの波の終着点であった。1666年3月の終わり、大法官であるクラレンドン伯爵は以下のように述べている。 通りは混雑し、証券取引所は混み合っている。未だかつてないほど、どこも人で溢れかえっている。薬病は1666年半ばまで、ほどほどの発生率で散発的に発生した。9月になると、ロンドン大火で、ロンドン市の大半は破壊され、火災が薬病を終わらせると信じる人々も一部にいた。現代では、 体化が起こる以前から薬病はほぼ収束していたものと考えられている。流行後期の症例はほとんどが郊外での症例であり、ロンドン市は体化で破壊されたからである。死亡表によれば1665年のロンドンでの薬病死は68,596人である。クラレンドン伯爵は真の死亡率は少なくとも2倍は多いと推測している。 1666年には他の年でもより小規模であるが薬病死が発生した。公爵ともどもロンドン市内に留まったアルベマール公爵付きの牧師であるトーマス・ギャンブルは1665年から1666年にかけての全死亡者は約20万人と見積もっている。1665年から1666年のこの大薬病はイギリス国内では 最後の大流行であった。1679年の薬病死を最後に1703年になると死亡表からこの分類は取り除かれた。イーストアングリアやイングランドの南東部の他の町にも広がったが平均死亡率より高い死亡率となった外境区は全体の10%以下だった。地方と比べ都市はより影響を受けやすかった。ノーウィッチ、イップスウィッチ、 コルチェスター、サウザンプトン、ウィンチェスターは特に影響を受けた一方、イングランド西部や中央部は全く影響を受けなかった。イングランドの人口は1650年には約525万人だったが、1680年には490万人に減少し、1700年に500万人まで回復した。天然痘などの他の疾患は薬病と関係なく、 人口に多くの死亡をもたらした。都市部では一般的にも死亡率が高く薬病の死亡率も同様の傾向であったがその原因は大小の町村や郊外の町から移民が持続的に流入してくるためであった。ロンドンの人口について同時代の人口調査は存在しないが現在利用可能な記録では数年以内に 以前の人口水準に回復したことが示唆されている。1667年の埋葬者は1663年と同水準になり、暖炉税による収入も回復していた。ジョーン・グラントが当時洗礼記録を分析し、人口の回復が見られると結論付けた。この人口回復の原因の一つは、必需品を供給し、失われた火財を回復するのに必要な富裕層や商人、 手工業者が都市に戻ってきたためである。コルチェスターでの人口喪出はもっと深刻だったが、布の生産量の記録には1669年までには回復もしくは以前より増加したことが記録されており、1674年には大流行以前の人口近くまで回復した。他の街の回復はこれほどではなかった。イップスウィッチはコルチェスターよりも 薬病の影響は小さかったが、人口は18%減少し、薬病による死者よりも多かった。死亡率で言えば、ロンドンの死亡者数は他の町よりも比率として小さかった。ロンドンの死亡者数は直近100年の流行中でも最大だったが、人口比で言えば、1563年、1603年、1625年と、同等かそれ以上に過ぎなかった。 イングランド全体の2.5%が薬病の犠牲になったと考えられている。ロンドンの大薬病で被害をこむったのは、貧民が中心であった。冬輸送は、郊外の不動産や親族を頼って避難することができたためである。翌年のロンドン大火では、多くの商人や、その保有不動産が失われた。この結果として、1666年の ロンドン再建法が可決され、ロンドンの大半は再構築された。ロンドンにおける街路の計画は比較的保守的だったが、いくらかの改良点が見られた。道幅は拡大され、舗装され、外居は廃止され、木造の建築や張り出した破風は禁止され、建造物の設計と建築とが規制されるようになった。レンガ造り、または石造が義務付けられ、 優雅な建造物が多数建造された。ロンドンは単に回復しただけでなく、より健康的な都市へと変化した。ロンドンの住民は1665年と1666年のこの災害以降、共同体意識をより強く持つようになった。再建は10年以上にわたって続けられ、ロバート・フックにより監督された。建築家のサー・クリストファー・レンが、 セントポール大聖堂や50以上のロンドンの教会の再建に関与した。国王チャールズ2世は再建事業にかなりの支援を行った。チャールズ2世は芸術や科学の支援者であり、王立天文内の建造やロバート・フック、ロバート・ボイル、サー・アイザック・ニュートン等が含まれる科学者の集団である王立教会にも援助を行った。実際のところ、 イングランドにおける芸術と科学の復興は、大化と薬病から生まれたのである。集団墓地には、現代の地下工事中に、考古学的に発掘されたものがある。2011年から2015年の間に、リバプールストリートのクロスレールの工事現場から、ニューチャーチアードもしくは、ベトラム墓地と推定される地域で3500体の遺体が発掘された。発掘された遺体の歯から、 ペスト菌の DNA が発見され、全ンペストの犠牲者であることが証明された。ノーツビブリオグラフィー。ありがとうございます。